乾杯。ツーアウトです。ライトのファールになります。どうか入ってないの？入ってないよ。ここはストレートで体の調子と打ちる声を打ち取りました。高めのゾーンで打ち取りましたね。そうですね、あの本当にあのいい時の栗林投手のストレートにはやっぱりちょっと医療的にはちょっと落ちると思うんですけど、そうですか。まあでも徐々にね、あの上げていけばいいわけで、これは少しやはりあの苦味が監督とするのが保証されるっていうのはね、やっぱり一番計算できない。苦味あるかな、ちょっぴりで。じゃあ刺身です。でこれネギトロってのこれ何なの？何ネギトロ？添加物入ってる？入ってないの？何でしょう？だってあの何だっけ？築地からお父さんの知り合いの社長から送られてきてるし、本当にもう冷凍のまん冷凍とか本当だよ。全然変なの入ってない。普通はさ油入れるんだよね。油入れてないやつ？入れてないよ。入れてない証拠どこにあるの？わかる。わかる。絶対入ってない。わかるってどこでわかるの？え、袋でもわかる。袋で分かる、書いてないでしょ。書いてないけど、あの入ってるとね、ちょっと滲む油が。そか。本当だ。普通はね、全然違う。これなんもらったやつ、冷凍で。そうだよ。ありがとうございます。それで一家は生活クラブ。お父さん。あ、これいつも。もら食べてるやつでしょ。そうだよ。変なやつよね。ネギトロ、ネギトロとイカです。あとキュウリとシソです。基本ネギトロはうまい、本当に。他のはね、水っぽいもんで、油っぽいし。その辺が梨田さんがお感じになるまだボールの威力という部分ではと思います。それを戻っていけないところなんですね。美味しい。いただきます。この足を上げて少し溜めを作ってから投げる方向に変えてきました栗林ですが、わさび、うん、美味しい。3人で終わりませんでした。吉川出塁。吉川これで今日2安打。これでこの3連戦3試合連続でいずれも2安打となりました。うん、うん、日本酒だね。この内容は吉川を上回った感じ。吉川うまく打ちますね。今時間も2リットルも美味しい。さあ、ツーアウトですがランナーを引き抜いて3番、4番、まず秋広、今日はただノーヒット。今日めっちゃあるじゃん、じゃご飯。え？ピーマンも、ピーマンじゃなすもでしょ。ナスっていうか豚焼き、あれは食べれるの？そんな食べれるの？全部食べなくても明日の朝かな。これです。長野のお酒。見当たり？見当たり。この間の岡谷じゃん。え？岡谷じゃん。知ってんの？あの近いの？玉ねぎとじゃがいもくれた人は岡谷です。あら、ほんと。そこ出身の人なの？そこ出身ではないけど。そこに住んでるの？そう。だから水もいいんじゃない？そこ。お酒が作るところだから。見当たりです。これじゃ絶対手が出ないなとかっていう感じではないですね、まだね。岡谷の。美味しいよね。豊島さん。うん、豊島ってんだよ。豊島だよね。豊島だよね。でも見当たり酒造なんでしょ。そう。じゃあ豊島屋って書いて。うん。豊島だったって気がする。大事ですし。間違ったらどうしよう。順番からこっち。書いてある豊島屋って。うん、だから豊島屋なのか、豊島屋なのか。豊島だよね。うん、多分。投げすぎてますよね。向こうでは見渡りって有名みたいな。知ってま、そう、そうだよ。うん、で、岡谷で、うん、岡谷だから、ま、あの、見当たり、もらった気がする、もらったと思う。うん、仕事。
場で、先頭の堀、その後大道、栗林がここまではリードを保っています。マスタースタジアムはそれいてカープが流れます。これは生活クラブで、うん、生活クラブ、うん、だから買いやすい。なあ、だ見当たりあのねもらった気がするその。あ、そう。うん、地元のね。じゃがいもと玉ねぎの。すごいね。はい、いただきまーす。やっぱり日本酒はいいよな。さらりとして飲みやすい。やっぱり酒だ。ね、美味しい。刺身にやっぱ日本酒が合いますね。合うね。うん。今度飲みたまに飲まなくなっちゃったね。焼酎でもお楽しみいただきました。若林に加えまして、ピッチャー横浜。厳しい暑さが続く、マツダスタジアム。この間の振って飲んだの、振ってんじゃん、飲んだジャイアンツピッチャー3人目おととい投げました横川が上がります、先発での起用が続いていましたが先発ローテーションに少し余裕が出るということでこの3連戦おとといからこのリリーフ陣として待機をしています。おとといは2人目として2回3分の2を投げまして勝ち投手もなりました。横川です。今日はあらかじめベンチ入りメンバーからも外れていまして、そのおととい以来の登板ということになります。横川対プロ入団5年目、やっぱり日本酒は美味しいね。普段飲み物前に育成から支配下へと飲みやすい。日本酒ちゃんは飲みやすいです。おとといいリリーフを見せまして、ね、はい、まあ、あの去年の秋のキャンプからね、その日本そばもありますよ。日本そばもあるよ。飲むとね、眠りが深くなる。日本酒、うん、じゃ日本酒の方がいいってことだね。焼酎はね、うん、まあ、薄める量もあるけどね、炭酸多いの、簡単に目が覚まるけどね、うん、日本酒はちょっと飲んでるだけで熟睡、眠りが深くなる。いや 米だな、はい、米、うん、どうで、米、うん、ちょっと今日は昼間ラーメン食ったからさ、入れ物小さいや、え、飯の入れ物が小さい、今日あのラーメン食ったからさ、え、何ラーメンですか。それで海苔1枚じゃ、中本ラーメン、大きいな、え、だよね、中本ラーメンっていう、大きいんじゃないでしょ、うん、中本ラーメンって、うん、横浜川崎、うん、有名なんだ。ホープ県ってあれ、ね、あれでしょ、千駄川とかでしょ。そうだよね、代々木のあっちの方だもんね、うん、豚骨でしょ。そうかもしれない。そこはお醤油、味噌、味噌と辛いやつ、なんか調べてきたの、うん、うち当たりばったりじゃないの、うん、試合の人が、うん、そこ好きで、でもあのどこ結構チェーン店だからいろんなとこあるんです。そうなの、ラーメン全然食べてないね。お父さん、ネギトロにご飯合うな、うん、またこのイカもいいですね、うん、海苔で巻いても美味しい。うん、ツーストライクになってスリーバントがあるなんて、お父さんもご飯に海苔でこれ巻いて食べれば、海苔で巻こう、これ海苔で巻いてご飯食べれば、ね、やっぱあの一番悪いのはね、やっぱりご飯と失敗したネギトロ巻き、ネギトロ巻き重いからね、当てに行ってダブルプレーっていうのが一番悪いんですよね。あっち
焼きたてです。岡本が若干前に守備位置を先ほど上げましたが、また戻ります。あとはカープは今週の中さん、まあ、よくね、まあ、動かす仕掛けると言われていますけれども、なんかブサイクだな。ペンちゃんかわいい。一口。そうは動いたくないと思うんですけどね。キング高いバウンド、ランナー二塁進塁で高川どうか、高川アウト。ランナーは済みました。ワンアウトランナーは二塁です。かなり高く跳ね上がりました、ベースの角にホームベース当たってますね。いただきます。これ青のピッチングコーチが行きますデビッドソンを迎えるところ、一塁ベースは一口手巻きでいいね。うん、この後打順は林ですが、美味しいって、美味しい。デビットソンを経て今上本がネットでスタンバイを開始しました。さあこの辺まで、やっぱりご飯進んじゃうよね。どういう作戦を取ってくれるのか。これはもう日本人じゃなくちゃ食べられない。中盤にもなっています。家庭の味です。皆さんはここどうかのデビットソンを迎えるところで、今の雨のピッチ。生ものだからね。まあ多分ね、ファーストが空いてるから。ストライクゾーンで勝負しなくていいよと言ったのか、どうでしょう。あまりね、中途半端な言い方するよりも、勝負しろとかって言った方がね、そんなに抜群のコントロールがあるわけではないんで、中途半端に行く方がいけないと思うので、勝負だったら勝負っていうふうに言ってくれた方が。初球はストレートから。同じような状況で2休みでヘッドソンが外の低めのボールに手を出しましたよね。うまい、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 そして2球目を打ちに行って。お父さん全然食べてないじゃん、これ全然減ってないじゃん、食べなさい。やっぱりここからここまでだったらいいかって言ったんだよ。この見当たりね、誕生日プレゼントもらってた俺。本当。純米吟醸のやつ。あ、いいやつだ。生活クラブはこれか、もう一つワンランクは年に何回かな。通帳これ。その純米なんとかいうのはね、なかなか来ないです。まだ食べるの？ポップコーンばっかり。このかき回すやついないの、これ。はいはい、こっちで。お母さんが作ったジューシーフルーツのハイボール。いただきます。濃いかもしれない。なんでこういうのつくんだよ。濃い？言ってるじゃないか、いつも。で、塩は炭酸入れればいい。私は濃くない、全然。濃いよ。お父さん、濃さ大丈夫？濃いかどうか。枝豆、いただきます。薄い？カープの5回以降、得点がありません。ジューシーフルーツ美味しい。あれ、豊島屋じゃなくて、豊島屋だった。うん、豊島屋か。豊島屋さんの見当たりだけじゃなくて、ニャナシュっていう、うなぎ屋のオリジナルのやつも、いただいたことあるんですよ。すごいじゃん。こっちは売ってない。その人に。こっちは売ってない。じゃあ、観光層っていうね、美味しいうなぎのお店が、あんだ。豊島屋さんで、ニャナシュっていうのを作って。すごいじゃん。そうオリジナルで。お酒ね、もらったんだって。じゃがいもの人。すごいね。え、うなぎ屋さん？うなぎ屋、岡谷ってうなぎが有名なの。あ、そうなの？静岡じゃなくて。静岡も有名だろうけど。で、うなぎ食べたの？そう。いいな。ね、外カリッとしてうまいやつ。ふわっとして。外がね、カリッとしてる。有名なんだね、きっとね。何？
有名なうなぎ屋さんでね食べたことあるんだって。何うなぎをね食べたことあるんだって。ごちそうしまったうなぎをごちそうしてもらったんだって知ってる人に。茅野市からもう帰るときに、さようならということで、うん、茅野市からこっち来るときにね送別会みたいな感じでうなぎごちそうになったんだって知人にね。そう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 、その人はずっとそこにいるんだ。選挙違反でないのか。選挙終わったのに。選挙違反じゃないけど岡谷に。あ、いろいろ支援してくれたんだ。何を何をカラオケで返すわけ。それはまた別な人。また別の。無農薬のやつくれたり。うん、うん、やってくれた。あの畑苗苗作ってくれたり。農家でもないんだ。農家実家が農家やってる、うん。農家でもないけど。でもやっぱりあれでしょ。ちょっと支援してくれたりしてたんだ。あの苗とかね、うん、畑の苗とかプレゼントする。うん、たまにすごいじゃん。そういい人もいるんだね。分かった。いい人だよね。何？え？超うまそう。なんだかいっぱい入っちゃった。ミートルトンいただきます。すごい写真映えすると思う。これですからね。すっごいいい色。うん、こんないい色に映っちゃっていいのかしらっていう感じで。試合としてはカープリードはしていますが。どうしましょう。そんなにナスの豚肉焼き、すごくいいわけでもないし、豚肉巻き、ナスの豚肉巻きです。そういうものをちょっとこう自分で掴んだのかなというね。クルーザーのタイプとしてきちんと3人で抑えるタイプもいればですね、ランナーは出しても勝ってればいいんだよねっていう。落ちちゃった。下げた時あれだよ、油が離れるから気をつけて。ピッチャーかもしれませんけど、シェー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 ナスの中暑いかな。暑いと思いますよ。暑いですよ。私だってフライパンの あでも暑くて顔洗ってきましたよ。本当？あっち油跳ねするから気をつけて。油跳ねはしないでしょ。油跳ねしたんですよ。あ、焼くときね。焼いた後びっくりしました。今は大丈夫。今大丈夫。いただきます。やだん、このビッグ。中言ったでしょ、暑いって。暑いよ。ちょっとやめてください。私なんか顔にさ、ボールに当たったよ。同点のランナーが出まして、バッターは8番の中山。ナスのね、汁がぐわって出てくる。矢崎としては、今日はランナー今シーズン初めて巨人打線にヒットを許しました。猫舌だからさ、バッター中山。まず同点と考えるのか、一気にランナーを貯めて上位と考えるのか。監督と思いますけどね、今シーズン送りバントは2つ。今日もヒットが出ています。3年目の中山ライト。おばちゃんの疑問だから、ちょっとそれでちょっと締めしてきましたよね。これは何かけ？あ、これはこう味食べてみて、薄かったらお醤油。醤油が合うと思いますよ。熱いよ。大丈夫？熱くないの？味付いてね。だからお醤油食べて。熱くないの？熱いの？熱くない？すごい。すごいじゃん。私なんか熱くて。大丈夫だった？大丈夫。冷やした方がいいんじゃない？大丈夫。変わってきた。冷たいやつで。大丈夫。そうですね。スッと逃げたけど。感じですね。あと、どこで勝負をするのか。暑い。いやだ、時間差できましたよ。暑いって言ってるじゃん。言ってるじゃん。あ、一口で食べてみたら暑かった。暑いよ。お母さんも一口で食べてみて。いやだ。なんで？もうしても暑いの。フライパンに置いてある時から暑かったもん。試してみないと分かんない。いやだ、熱い。もうフライパンに置いた時から使った。やった後悔とやらない後悔はどっちがいいと思う？やらない後悔。やらない後悔。
やってこないのがいいと思う。俺のトロどこ行ったんだ。冷蔵庫に冷やしてる。しましたよ、それは。今食べる？持ってくる？ご飯と？分かった。どれ、私が。でも明日食べることになっちゃう。違う、今食べんだよ。でも食べてみます。暑い？あっぽい。でも全然平気そうじゃん。デビッドソンは遊びの守備。顔に当たるより全然いい。顔に当たるよりはいいけどさ、逆転気をつけて。でもメガネしてるから。油断した。でも大丈夫、もう大丈夫、大丈夫だ。いただきます。うまいでしょ、お父さん。うん、あのナスが柔らかいからさ、歯が悪くても食べられない。うん。ね？おいしいでしょ？うん。ナス柔らかい。うまい。うん。老人にはいいと思う。この矢崎もファストレート。そしてナス柔らかいけど、うん、豚肉は柔らかくないから、うん、時々投げますけど、ね、このストレートとフォークで全体の9割を超える球種となっています。ナスは柔らかいけど、でも豚肉ってこんなもんだよ。うん、ナスと豚のコントラストがいいやつ。これくらい重い球種投げるんですよね、うん、じゃあお父さんこれ持ってくる。結構力強い。え、トロ？食えんの？三種類なんでね。三種類で言ってもストレートフォークに負けてもいいくらいなんですけども。はい。まあベース付近の球の力っていうのは持ってるピッチャーなんで、ね。いっぱいある。はい。ご飯持ってくる？ご飯これ。ご飯ね。うん。海苔で巻いて食べるんだよ。うん。食い切れるのか、いつも今のバッティングですね、通算でありますけれども、どうでしょうか。いや、割と今日は粘ってますしね、あのバットの持ち方もって言いますかね、この肘をこう柔らかくね、内側に入れるようなね、両肘を、はい、なんかすごく力が抜けて、はい、海苔に巻いて食べるもんね、変えてきたっていうのを感じますけどね。あとお蕎麦もあるでしょ。そうだよ。これいらないね。ヌリム巻いてでもこれいらないの。中山選手は結構球数を振らしてますよ。各打席で少なくとも4球、5球、前の打席は10球ですかね。ええ、投げさせました。生活クラブのお蕎麦さ、2人前だから大丈夫。この打席は次が7球目。少なくなった。食えんの？食える。もうお腹いっぱいになってた。なんだこれ、小さいの。そうなのよ、小さいのしか。あ、これじゃない、これじゃない。これはおにぎり用だよ。女性としてはキュっていうポイントだった。乗ってきた、ネギじゃなくてそばにした。はい、あの私ちょっと声オタクなのであれなんですけど、声がマスキーなので。どうぞネギ入れてください。あの魅力的だったんですけど、声帯がまずちょっとまっすぐではないんですね。あのまっすぐでないのでこの周波数が出るんですよ。でね、プロになりたい場合は同じ方で何回もここにこう担いだりとかすると喉の筋肉ってここにこうつながってるので、うん、あんまり良くなくて、結構危険だなと思って VTR 見てました。ということで、いつも美味しいご飯作ってくれてありがとうございます。感謝です。ありがとうございます。愛してます。美味しかった？美味しかったです。ありがとうございます。